みんなのゴルフダイジェストで上手くなろう。朝企画ゴルフ部ねえ、始まりました。始まっちゃいました。あ、ちょっとあのこれ見てる方もいらっしゃると思うんでちょっと説明したいと思いますけども、はいはい、前回まで、うん、あのちょっと頭の薄いあの、うん、ズンのヤスさんという方と一緒にレッスン受けたんですけども、うん、絵面が汚いということで、はい、おじさん2人が必死にやってる姿が、ね、汚いみたいな、汚いとは言わないんですけども、はい、そこで、はい、今回はですね朝井企画のもうこう言って私の後輩のこちらの方を呼びました。はい、朝井企画のゴルフ女子飯田明日香です。よろしくお願いします。明日香ちゃんはですね、うん、関根勤さんの舞台冠婚金シアターというところで一緒にやってる、そう一緒に、ね、劇団員でございます。劇団員それでゴルフが大好きで。そうなんですよ。でも初めて2年半ぐらいですかね、うん、あ、まだそんなもん。ジョリオさんと初めて行った時が、はい、コースデビューで、しかも初めて半年でした。すごい飛ぶんですよ。私と関根さんが何度か負けたっていう、一度一緒に回った時にジョニオさんの強位置を私が超えていくっていうのが、ね、そうですね、まあ、ありましたね。あの時栄養失調だったんでちょっと今日はですね、もうドライバーのスペシャリスト、お、もう飛ばし屋といえばこの方という方にレッスンを受けながら、もうそして飛距離を伸ばそうっていう企画でございます。嬉しい。早速呼びましょうか。はい、お願いします。高島さゆり先生です。どうぞどうぞ。どうも。うわうわ、本物だ。本物です。いやー、はい、もういつも見てま す, す。いや、ありがとうございます。もうよろしくお願いします。まさかこんなすぐ夢が叶うとは。ちなみにですけども、はいはい、一番飛んだ時は何ヤードですかね。あ、そうですね、一昨年そのドラゴンの大会に出まして、はい、まあ、その予選会ではあったんですけど、365ヤード365ヤード365ヤード。私もいたんですか。いってください。イエーイ。ありがとうございます。本当に365ヤードってえげつないですよ。まあ、打ち下ろし、はい、まあ、そんな極端な打ち下ろしではないんですけど、まあ、そほどほどのほどほどな打ち下ろし で,、はい、でかつフォローだったんで、まあ、それは確かにでも、うん、追い風参考みたいな感じなんですけど、せっかくだからでも、うん、どうですか、ちょっと打って見てみたくなる。あ、まあ、どれだけいいですか。間近で見ることないですもんね、はい、打ちましょうか。はい、お願いします。お願いします。うわー、ちょっと楽しみだなうわー、ナイスショー、すごい。うわー、鉄塔に向かって、鉄塔に向かって、あ、あの木が倒れた違う、さっきまでだって立ってましたもんね、あの木。いや、うわ、すごい。いやー、スタンディングオベーション。あんぐらいのパワーがないと。やっぱり飛ばしたいっていう気持ちが出てしまうと、はいはい、手に力が入りやすくなって、こうどうしてもこっから打つぞってもうこっち側でパワーを使っちゃう。はい、まあ、腕がそうすると伸びてきちゃうんで、はい、うまく力が伝わらないで当たってしまうのと、はいはい、あとはやっぱりボールに対して当てようっていう気持ちが出すぎちゃって、はい、左に速く流れがち。あ、こう、はい、まあ、こっちに流れてる。そうです、そうです。力を入れるときに同じ方向に動いてしまうと力ってあんまり発揮できなくなるんですよね。はい、体の軸はこっちに保ちながら、うん、ヘッドがしっかりこっちに、うん、出していくことで、クラブが走るようになるので、はいはい、まあ、でもこの時に一番大事なのはやっぱり力を入れないことです。力を入れない、特に握力。握力もうゆるゆるに握っておくことがおすすめです。なんかそのままスッと、ね、クラブは飛んでっちゃいそうなそう、でも絶対に飛んでいかないように、はい、しっかり無意識に入るもんなので。なるほど、はい、意識的にはやっぱり入れない方がよくて、もうゆるゆるに握った状態でふわーって上げます。その方が体に力が入ってないので、はい、こうガチガチに固めた状態、ここが硬くなってしまうとここも硬くなるし、うん、はい、全体的な動きが硬くなっちゃって、はい、もう手だけでえって上げちゃうんですよね、はい、ではなくもう全部リラックスして、うん、柔らかくこうテイクバックしてあげることでより体もしっかり捻転してくれるっていう、力を抜くといろんなことがはい、プラスに働いていくので。そうですか、はい、よし、お、急に気合がありましたね、ジョニオさん。やってみよう。やりますか、うん、じゃあアスピーから。アスピーいいの
いやもうやっぱ最後にだからもうレディースファーストレディースファーストレディースファーストなるほどね途中でね機嫌損ねて教えたくなくなるってそれは大丈夫ですあの、はい、面白いことしてくれればあ、わかりましたよしお願いしますちょっとネタ帳か じゃあ早速やりますよ、はい、お願いしますちょっと見られてると緊張しますね。そうですよね。普段こんな近くで我々はもうあのその辺に生えてる木だと思ってもらって。そうです。私も全然知らない人がカートで近づいてきたらもう緊張しまくっちゃうので、はい、そういうのはもう一切気にしないで。気にしないでいいですか。わ、はい、かりました。逆にこう見とけよぐらいな感じでこう打てるようになるといいですよね。そういうことです、はい。タレントですから。はい、見とけよ。見て。リーダースカー38歳。はい。もうちょっと、もうちょっとローな感じ。嘘はそうですか。はい、じゃあ。柔らかく大きくまだもうこう初めて見せますから先生も見るんでまず見てもらいましょう、はい、じゃあ1球目、はい、いきたいと思います。お願いします。おおいいんじゃないの。確かに振る力がある。ある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 。ヘッドスピードは速いですね。あそうですか。今ちょっとネコでしたかね。そうですね。ちょっと感じがしますね。ちょっと根っこでしたけど、はい、あのヘッドスピードは結構速くて、すごい、はい、やっぱりやっぱ苦労してるだけあるな。苦労してるんですかね。苦労してるわからない。苦労してるだけヘッドスピード。1、2、4、まあ120。ちょっとヒールに当たった分ちょっと飛ばなかったんですけど、うん、まあ見た感じ悪いところはそんなにないんですけど、あら、はい、ただちょっとスタンスが広いかもしれないです。広い。はい。今だいたい。ここぐらいやってます、ね、確かに結構広かったんですよ。そうですね、広いっていうのは飛ばしにおいて悪い部分ではないんですけど、はい、ちょっと見た目広すぎるかなと、うんうんうん、体に対しては、はい、そう広すぎて、うん、逆にこう足をうまく使えないんじゃないかなと思うんで。なるほど。足一歩分だけでいいんでちょっとそう狭めに、そうそうそう、そのぐらいの方がいいかもしれないです。ちょっとじゃあそうですね、なんか四股踏んじゃったみたいになってました相当はい、ちょっと猫踏んじゃったじゃないですか。猫踏んじゃった。猫踏んじゃったの。ですね。はい。じゃあさっきよりもちょっと踏まえてちょっとじゃあスタンスを、うん、そうですね。一歩分でいいので。いつもがもうこのぐらいなので、そのぐらいなので、はい、じゃあそうそうそうそのぐらいで、はい、一旦振ってみましょう。いきます。おお。どうですかね。一歩分狭くしてみて。うん、どんな感じですかね。いやでも振りやすいです。あこっちの方がなんかこれだとなんか行きにくいですよね、はい、ちょっと一歩狭くするとあなるほどやっぱり回りやすい、ちょっとバランスが良くなりますよね。はい、あそうなんですか。はい、広いとやっぱりどうしてもこうこっち側に大きく動いていかなきゃいけなくなりますし、はい、うん、あのかといって軸をこのままにしておくと広い分、はい、あのうまく体重移動が逆にできなくなる。あなるほど、はい、狭くした方が、そうです。狭くした方が、はい、股関節しっかり収まりやすくなるので、はい、股関節が回りやすくなるので、うん、狭いとまたそれはそれで話が変わってくるんですけど、はい、ちょうど一歩分ぐらいで良かったのかなって思うのと、いいこと聞いたぞ。そうですね。ここは直していいのかちょっとあれなんですけど、はい、うん、テイクバックで、はい、ちょっとゆっくりテイクバックしていってください。そう、この時に、はい、ここが曲がりすぎちゃうんですね。あ、右腕ですね。そう、ここがこう潰れすぎちゃうんですよ。はい、うん、うそう、これがちょっともったいないなって。あ、そうなんですか。はい、より、うん、そ、まあその腕のパワーとか遠心力を使うためには、はい、もっとこのぐらい伸ばした状態でトップしたい、トップにあのトップを作りたい。なるほど、はい、今曲げすぎてるんです、ね、そう、ここがこうやってそう、やってた、そう、いってしまうと、うん、ここからもう伸びてくるしかなくなっちゃうんですよ、ダウンスイングの時に、はい、そうするともうこう伸ばした状態で打たなきゃいけなくなると、うん、パワーっていうのはもう全然半減しちゃうんですよ。へー、そう、あのよくプロのインパクトとかは、はい、ここが右腕がこう曲がった状態でインパクトしてると思うんですね。確かに、こう見たことある文化写真とかで。こういう、そうですね、ありますね。こうやって上がってきたらここから腰がこう切れてきて、はい、このままこうやってまだ手首の角度と肘がこう曲がった状態で当たって伸びるのはここなんですよ、はい、そう、ここ打った後ですね。そうです、そうです。ああ確かにそうなってるわ。ここかと思ってました。そうなんですよ、違うんですよ。伸ばすのはあくまでこのこっち、そう、ここでやっと伸びるんですよ。なぜかというと、うん、じゃあ腕をまっすぐした状態で私の足を押してみてください。この状態、そう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 、これか
腰を先にそう回して、そうでこっちをちょっと曲げた状態で押してみてください。そうどっちが押しやすいですかね。あそう何遊んでるんですか先生の靴を叩かない。いや全然いいんですよ全然いいんですけどそう形的にパワーが伝わるのは伝わります。実はそっちの方がパワーが伝わるんですよ。でここで押せたと思ったらここで伸ばすんですよ。なるほど。そうこれが飛距離においても方向性においても大事なポイント。なるほど、はい、なのでその形を作るためには、はい、まずトップでこうやってここが潰れてしまってこうなっていると、うん、こっからこのように下ろしてはこれないですよね。これこっからはこう行くしかなくなっちゃうので、はい、なるべくこうやって余裕を持った角度にしてあげてそっから腰を切ってダウンスイングしてくることでしっかり曲がった状態でダウンスイングしてこれる。そうなるほどですね。でもまあ今はちょっともうあと球が4球しかですよ、これマスターできる余裕がないのであんまりそのダウンスイングをこうしようっていうのは考えなくていいんでとりあえず腕をなるべく肘とかを伸ばした状態で伸ばすトップまで行けるように手首も肘も曲げないイメージもうまっすぐしたまま上に上げるイメージ上げるイメージ遠くに遠くにそうより遠くに遠くにそうそうそういいですね。ちょっとそれで行ってみましょう。よしこれ何球目ですか。3球目。はい3球目マスターできる。遠くに遠くに足はちょっと一歩ぶつまくそうダムセクそっから遠くに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 そうおお悪くない。いや気持ちいいですよ。でもこっちの方がなんか本当振りやすくなってる感じがあります。スタンスと、そのトップの持っていき方言ったんですけど、はい、あともう一つアドレスしてもらってそうこの時にこう前からこう取ってもらったら分かるんですけど見てください、はい、こういう風にこう上から握っちゃってるんですよね。右手がかぶさってますね。そう、そうなると右腕がこういう風に前に出てきちゃうんですよ、はい、そうすると右肩が初めからこう出た状態で左腕がこう曲がった状態、はい、要はさっき言ってたダメなインパクトの形なんですよ。あ確かにあダメインパクトダメインパクト、はい、そうそうそうそれを直すために右手をもうちょっと下から握ります。そうはあ、そうこのぐらい、はあ、すごい。そうそうすると右肘がちょっと軽く曲げられるようになるので、うん、その分左腕をまっすぐします。そうそう後ろから見た時に逆だ今までと。そうそうそうここにシャフトがこう1本入るぐらいのイメージ。おそんなにいいんですか。そんなにやっちゃっていいです。そうおかっこいい。かっこいいですか。かっこいい形。そういいですね。そう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 。えー、かっこいいですか。すごいプロっぽい。プロっぽい。そうです。実はこの構えのおかげでこうやって持ってきた時にこっち側にこう行きにくくなる。こうやるとちょっと違和感ですよね。そうですね。このままこう力を入れてもこうやってトップが作りやすい、はい、そうクロスになりにくくなる、なりにくくなる。しかも腕も多分伸ばしやすくなるはずです、はい、さっきのグリップの握り方がこう不自由になってた、はい、そうですね大きくなれないって、はい、おーいいねいいですか。いいねいいですか。もうちょい下から握ってそうそうそう遠くに遠くにそういいですねいいですね。幅も大丈夫ですか。足の幅幅もね幅ねそうそうそう幅忘れがちです、ね、幅忘れがちです。そしてやってみますか。はい4球目あでもなんかスイングがだんだん変わってきましたね。なんかでもすごいいいですよめっちゃ。まあもうこれで振ってる感ありますよ先生。今3つぐらいいましたけど。はいであと2球で、はい、あと2球やってほしいこと、はい、今までの言ったポイントを踏まえつつ腕を振るんではなくなるべく腰からしっかり振っていきましょう。体でそう腰から先に腰からそう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 いいですね。いいね腰いいね。そう右手が絶対に、うん、一番初めに出てこないように。なるほどそう腰から腰からそう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 いいですねいいですね。そういうイメージ大事ですそれよし、はい、そこから遠くにおーおーナイスショー。結構良かったんじゃないの今いい今いいあらら開いていたおーおーさっきのよりも20ヤードすごい20ヤード伸びましたね。出だしのよりも今当たり良かったですね。良かったこれね、ちょっと練習場のボールなんであんまり飛ばないですけど、はい、まあ本球だったら多分今ので170、80はいってるんじゃないかなって先生思うので、うん、うもうこれだけで20ヤードすごくない？今のだけですごいですよね。そうですね伸びしろたくさんありますね。いや伸びしろ半端ないですね。結構これラスト1球ですよね。
そうですね。うわ、どうする、これもう来週に持ち越す。右手がやっぱり下から握るのがポイントですね。はい、下から握るっていうのは、はい、で、まっすぐ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 、おお、いいんじゃないこれ。なんか結構どうだ、結構飛んだんじゃない。飛んでる、飛んでる。あ、あっちのネットのまで行きましたね。どんぐらいでしょう、いくつ。あ、まあでも20ヤードとりあえず、ね、そうですね、はい、20ヤード伸びたっていうのはすごいよ。はい、でやっぱりちょっとこうね、練習ボールで飛ばないっていうのはあるんですけど、はい、スイングはやはりすごく、ね、2年初めてから2年半でしたっけ。2年半ですね、はい、すごいよ。それにしてはやはりかなり触れてる。お、嬉しい、はい、でも聞いたことを、はい、もう練習して、そうですね、でマスターするしかないですね。マスターしたらね、はい、本当に怖いな。ビュンビュンちゃいますよ。振るっていうことに対しての、はい、その元々のポテンシャルはすごくあるので。いや、すごい。そうです、だからもっとこうインパクトの形だったりとか、アドレスの形とかがもっとこう綺麗になってくると、うん、はい、多分もう叶わないです。3ヶ月後とかもし半年とかには、はい、もう怖いですね。いや、本当にありがとうございます。20ヤード伸びましたから、ね、なんか成長を見守りたいですもんね。ぜひ本当にまたね、はい、見守っていただきたい、はい、皆さんに本当に成長したところ見てもらいましょうよ。はい、ね、じゃあ次は私だ。イエーイ